試合終わった瞬間に会場飛び出て帰ってきました試合がもともと21時ぐらい予定だったんですけど、やっぱバスケの試合っていうのは時間通りじゃなくてタイマー止めたりするんですね。だからそうスタッフさんに試合終わるギリギリまで待ってもらって全部見れるようにお願いして、全部見た瞬間終わった瞬間って言ってそうすぐ帰ってきたので。でもあかりんさんは明日徳島でバスツアーがあるんですよ、まひなさんと。だからあかりんさんは香川で徳島ラーメン食べてたそう私はそう帰ってきた。声まだ枯れてるんですけどね。明日は安静にしたいと思います。そう今日ツインテールの日なのに全然ツインテールじゃない。今日は前髪がね眉上ということでメイクさんに編み込んでもらいました。髪の毛ちょんまげか迷ったけどこっちの方がいいじゃないですかって言われてこっちにしました。こんばんは。こんなに顔を出すことない。声戻ってないよ。私の素の声じゃないですね。多分明日にはまた悪化する気がする。今日もいっぱい喋りました。で明後日お話し会だから明日は安静にしたいと思います。今日も朝から病院で喉の吸入してきたんですけど、そうなんかね私の場合喉が悪いわけじゃなくて声帯だから声帯が擦れて声が出てるわけなんですけど、私の場合声帯がその声帯がむくんでるからこううまく通常通り声帯同士がこうすり合わないわけですね。だからこうやってかすれた声になってるんですけど、そうだからあまり出しすぎるとより悪化しちゃう、こすれちゃって。だからここ2日ぐらいは筆談で配信しとったんやけど、また明日も筆談になるかなと思います。日曜日のお話し会もあるので、あとチリパももちゃんとチリパ出るのでぜひお便り送ってください。チリパよろしくお願いします。初めてももちゃんとです。楽しみ、ワクワク。送ってくださいぜひ。待ってます。ももちゃんね、私ねももちゃんのこと尊敬しているってもう前々から言ってたからね、またももちゃんの尊敬できる一面を見つけていきたいと思います。お便りは月曜日のお昼までです。チリパのツイートに書いてるんですけど5日の昼までです。だからいつもは水曜日の昼までだけど今回は大人の事情で5日の月曜日の昼までって書いてました大人の事情らしいですだから多分私は日曜日のオンラインお話し会で喋りすぎてまた声がさらに悪化して悪化した状態でのラジオになりそうだからちょっと怖いんですけど、なるべく明日安静に過ごしたいと思います。そうなの、大人の事情らしいんですよ。こんばんは。帰宅して1分で配信してるからまだ上着も着たまま、上着着っぱなしです。そうでもチリパ収録終わったらバスツアーまで声出すこと多分ないからしばらく安静に過ごします。で明日からさ STU の写真集イベのメンバーの配信もたくさんあると思うので皆さんパセの配信のこと忘れないでください。パセの配信を見に来てほしいです。パセは出ないけどイベント、パセとも喋ろうね。筆談だけど筆談になっちゃうんですけど、
疲れんこ、もう終わる時間だよね。今日は壇上なしでバイバイしたいと思います。星投げとか、星なくなったんよ、星システムそう、星集めとか星投げとかがなくなってのイベントだから、いまいち私も仕組みを分かってないんですけど、あれはどうなるんだ。あれか、ミッションで小ゴールドを集めに来る人が来るかな、他のメンバーのファンの方。じゃあ小ゴールドを集めに来て STU メンバーのファンの方、パセリのこと好きになってもらえるように頑張ろう。パセもパセなりに戦おう、何かしら頑張るぞ。